飯出山山頂2105.1メートル半、豊山周辺の地形図飯出山は、飯出山地の標高2105.1メートルの山で、ある。手法は、通称飯出本山とも呼ばれることもあるが、国土地理院地図における表示は、飯出山のみである。バンダ朝日国立公園内に位置し、華麗に咲く、鉱山植物が有名で、日本百名山や東北百名山、 山形百名山の一つに数えられている。飯出連峰の最高峰は標高2128メートルの第二地だけである。飯出山は福島県と新潟県そして山形県三県の県境にあるが南東六の福島県側から山頂を経て五静岳に至る登山道付近のみが福島県北方市になっており山頂付近は北方市である。理由は明治期に 廃藩地県も飯出山付近が新潟県に編入されたが、飯出山の神シャグルとする福島県側の猛烈な反対運動により、山道にあたる登山道及び山頂を再び福島県にすることで決着した結果である。そのため、福島県の県境が歪な結果になっている。飯出山の名の由来には諸説あり、確定していない。福島県合津地方では、 いいとよさんとも呼び、雪化粧した山陽が飯を豊かに盛った様子に見えることから、この名がついたとされる。道の区国笛時一文には、飯デさんの名の由来について、以下の二つの伝承が記されている。この山は、豊岡姫の神の神域であった。飯デ青王女が、物のべしを使わして、豊岡姫の神に見手倉を奉納した。それでこの山を飯出と呼ぶようになった。 水仁天皇の時代に飢饉が発生し、多くの人々が死んだ。そのため、この山を、梅組山と呼ぶようになった。後に工事に改めて、豊田と呼ぶようになり、さらにそれが変化して、飯出と呼ぶようになった。飯出を歴史的仮名遣いで表記すると、飯豊となる。飯豊とは古代日本語で袋を指す言葉であり、それが語源であるという説もある。他にも、 山徳に温泉があることから、湯でが変化したものだとする説がある。また、飯出山が、飯出本山と呼ばれることがあるが、これは、飯出連邦の名手として、本山をつけて故障した可能性や、神仏集合時代に、山岳信仰の拠点である飯出山の神社を奥宮を、指して、仏教方式に本山と称したものが、飯出山本体と混同された可能性があり、また、それが、 飯出山を指すときに、飯出連邦の他の山々と区別する際に、分かりやすかったことなどから定着した可能性などが考えられる。652年、地道王将と縁の大津が解散したとされる古い山岳信仰の場である。飯出山大権限を祀る主言の場として栄え、江戸時代初期までには、主言道の主言者が多く訪れた。元禄期以降は、主験職は弱まり、 稲作信仰、成人儀礼、死者供養などを中心とする庶民信仰の形態に移行した。また、明治初年の神仏分離によって、飯出山の神社となり、地域住民から集敬された。特に、太平洋戦争前までは飯出山への登頂は、少年の成人儀式として用いられたことから地域との密着性が高まった。15歳までに登場しなかったものは、 一人前として認めてもらえなかったことから、盛んに、集団登山、お山掛けが行われていたのである。終戦後は、こうした習慣が廃れ走ったものの、女人禁制が解除され、多くの登山者が訪れる山として変貌した。前述したように、県境の設定の原因にもなった。飯出連邦最高峰の第二打消し法から、登山道が整備されているが、飯出山地は、 朝日山地と並び東北アルプスの異名を持ち、山陽が非常に大きく万年雪も残るため、十分な装備が必要である。環境省が歩道を整備し環境保全に努めている。また三県三市四町一村からの登山アクセスが可能なため、ルートによっては各案内箇所が変わるために、ありがとうございます。